はい、ニコ生をご覧の皆さん、おはようございます。はい、今回ですね、私星野志保が、担当させていただきます。はい、ということで本日来てるお店がですね、将軍葛西店さんでございます。私ね、ここのお店はもう何度もあるんですけど、なんかジャグラーとか、そうですね、スマスロも前回北斗とか良かったのかなっていう記憶があるんですけど、ということで私の方も本日も台を押さえてあります。本日はというより本日も新花火でございますイエーイ、大好き花火、花火しか打てないってレベルでも花火が好きなんですけど、はい、でもまあ なんか店内ね見て回って、ちょっと花火の調子がちょあんまり良くないなと感じだったら、ちょっと移動も全然考えております。とりあえず朝一の花火が調子良ければいいなと願いながら実践スタートしていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。頑張ります。私も実践スタートしていきたいと思います。お願いします。いい花火だったらいいな。今日は前回ちょっとね、記憶にあるのがちょっと当たりが重かった。もう最近は花火ばっかりしか打ってないですね。花火が楽しすぎて、まあ花火かバーサスとか技術介入系ばっかり売ってますね。最近ハマってるのが、花火以外だとファミスタかな、ファミスタ売ってますね。面白い、めっちゃ。あ、当たったんじゃのか、当たったか、ちょっと待って、当たってんな。当たってないか。175ゲーム、投資がガーハー、やったぜ。ウィー、あー、離したくないこのボタン。はい、終わりました。やっちまった。やっちまった。朝一下手なんですよね、リプレイ外し。いやでも最近なんかあったかなと思ったら、うちの犬が7歳になったあ、来た、ハマチャレー。さあいくつかな。50。じゃあ逆押しで狙ってみるね。でのれんリプドンが止まったら当たり。当たった。あ、化けっぽい。ここに赤七止まればビッグかな。冗談だったら化け。お、ビッグでした。やった。92ゲーム、投資は変わらず。やったぜ。はい、じゃあ今度は失敗しないように頑張るね。
い、失敗しないように頑張る。はい、はい、よし。しか外れなかった。もうちょっと外れてくれてもいいのに。おー来た。どうかな。おー 50%、 さっきも 50% だったね。普通にハサミ打ちで打ってみる。あ、当たったんじゃない。ほらやったー。でも化けっぽいよね。化けだったー。今日初めてのビタ押し頑張ります。最近あんまね得意じゃないんだ。ダメな時ほどめっちゃ下手になる。わかる。これこの現象なんて言うんだろうね。ダメな時ほど全然ダメみたいな。大成功でした。これはさ、できるのにさ、リプレイ外しができないって何なんだろうね。不思議だよね。見えないんだよね、のれんが。まだバーサスのバーの方が全然見えるの。花火はね、見えないの、のれんがあんまり。遅れたと思ったの。でもこの左、あ、右押しのこの出目は全然チェリーとかもありえるから、あ、チェリーかなって思ったけど当たりました。ありがとうございます。34ゲーム早い。でもバケちょっと怪しいぞ。化けに偏りそうな気がしてきた。はい、7回でした。まあ良いでしょう。よね、遅れてチェリーでフラッシュ入ってるかな。最近ね、赤7狙いをちょっとやってみてるので、まだね全然慣れてないのよ赤7狙いに。あ、入ってた、よかった。51ゲームわあ、今日は遊べる花火だ。やめて、3回連続とかやめて、2回までにして。あー、ほら言ったじゃん、3回はダメだよ。はーい。
がとう。116ゲーム、いい感じよ。バケもビッグも同じ回数。ミスったかな。ちょっとね、狙ってみるね。あー入ってた、やったービッグ。ちょっとね、真ん中の中リールの秒針が甘かったなと思ったんだけど、入ってました、ありがとうございます。45ゲーム、よし、はい、よし。3回はダメって言ったじゃんね、3回はダメって言ったじゃん、連続で。はい、あー、ほら3回はダメって言ったでしょね。えどうしてそういうことするの。3回連続ダメって言ったじゃん。お、たまチャレ。お、90% だよ。じゃちょっとこっちから打ってみるね。当たったー、外れろ。あー、バケたした、ありがとうございます。18ゲーム、トゥルンが来るとさ、調子狂っちゃうんだよね。結構調子狂いがちになっちゃう、トゥルンが来るとね、惑わされちゃうんだよね。はい、6回でした。最後もミスっちゃった、もったいない。当たりませんね、うん、お、あれ今なんかチラチカチカってなんなかった、うん、お、ちょっと狙ってみていい。ちょっと全然全然ごめん、また見てなかった。え、気のせい。そうだよね、やったー、217ゲーム、ビッグです、やったー、嬉しい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 。お、来たよ、たまやチャレンジ。じゃあちょっとまた右押しで行ってみるね。あー、リプレイないね。リプレイでもまあ花火ゲーム中はないんですけどね。はーい、いい感じですね。はい、ということで中間報告でございます。
私のじゃ大の朝の状況から説明すると、今のところ多分1000枚くらい持ってると思います。で、まあその島の中では一番出てるのかなっていうところなんですけど、まあ今後どれだけ、まあね、言っても A タイプなんで緩やかな感じだと思うんですけど、まあ今後どれだけ伸ばせるかちょっと頑張ってみようかなと思います。で、他店内は今のとこパッと見た感じだと吉宗が4000枚オーバーで、あとからくりサーカスも4000枚オーバーの台がありました。で、他もスマスロ打ってる方いて、まあ、スマスロ言うたらね、爆発力あると思うので、まあそのあたり今後ちょっと伸びてくるのかなと思います。なので後半戦楽しみかなと思っております。はい、じゃあ私も早速これからまたね打っていこうかなと思いますので頑張ります。お、玉屋チャレンジ、お、あ、リプレイ、あ、風鈴か、よし、はい、あ、あるか、お、ありそう、あ、やったー、ありがとうございました。199ゲーム、切れ目入ってるよ。はい、あー揃っちゃった。今日玉屋チャレンジよくうまくいってる気がするな。玉屋チャレンジやれるときはやれる気がする。あるでしょう。30%は結構何でもある気がする。全部ある気がする。あれ当たったか。あ、当たった、やったー。178ゲーム、あ、ミスっちゃった、ダメだ。またミスっちゃったよ。うわー最悪だ、お見事4回、超もったいない。午後になってくると頭がぼーっとしてきますね。私あんまカフェインが得意じゃないんですよね。カフェイン苦手で、コーヒーとかお茶の味は大好きなんですけど、カフェインが体にどうしても合わなくて飲めない。だからね、こういう、 こう昼間にちょっと、あ、ちょっと頭ぼーっとしてきたなみたいな時、何の対処法もないんだよね。なんかみんな多分例えばちょっとコーヒー一杯飲むかとかなって眠気覚ましすると思うの、できないの、かわいそすぎん。さあ玉屋チャレンジ頑張って。30%、あー当たった、当たりました、えい、227ゲーム。玉屋チャレンジの成功率高い、今
あら、チュルルンが来ないね。リプレイ外しが来ない。嬉しい。一回も来なかった。え、待って、パンクはやめて。え、パンクは嫌なんだけど。あー、待って、パンクしちゃう。あ、よかった、危ない。よし、ビタ頑張ろう。パーフェクトボディ。当たりました、びっくりした。赤ななですね、当たりました。138ゲーム、びっくりした。ね、当たり引けてるからいい台かもしれない。あー、失敗しちゃった。ほい、当たったかも。当たってないかも。当たってないかも。やっぱ当たってたんだ。遅れたもん。赤7だ、赤7だぞ。遅れてバーが止まってた、止まったからやったぜ。ああ、まああと8回だったから。お、タマチャレリプレイから33%。氷か、氷だ。わ、50%。あー、当たった。
やったー、嬉しい。やば、一発で落としちゃった。おーい、ビッグ2連した、やった。はい、ということで私の実戦終わりたいと思います。最後ビッグ2連したのでめちゃめちゃ今幸せです。はい、では後半、あ、違うな、エンディングか、エンディングで店内の神 FG、鬼 FG を発表したいと思います。お疲れ様でした。はい、ということで実戦終了しました。お疲れ様でした。はい、まあ、前半戦はこう、まあ、超出玉がね、1000枚は言ってないけど、まあ、ずっとそんぐらいまであって、で後半ちょっとね、まあ、もみもみはされたんだけど、もみもみした、逆に下側かな、下側かもしれない、したんですけど、後半の最後にビッグ2連とか引いて、あの1000枚超えました。でその花火がある島だったら多分私が一番出玉が多いかなと思います。2箱使ったからね。はい、ということで今回私は1294FG だったので、島では鬼 FG をゲットすることができました。やったー。なんかね、前回とかはあんまりうまくやれなかったの、ここではねやれなかったんですけど、今回うまくいってすごい嬉しいです。はい、でその他店内の様子ですと、まあ、意外とスマスロね稼働もあり、他のね、6号機も全然稼働があったんですけど、その中で言ったら神 FG が本日政宗、あのお昼にも多分言ったと思うんですけど、政宗が今 5200FG ぐらいあるので、多分そこの政宗が一番かなと思います。おめでとうございます。はい、ということで私の方の実践も終わりまして、今回お付き合いくださいましてありがとうございました。またどこかのね、動画や店舗さんでお会いできたらと思います。お疲れ様でした。